をこよなく愛する外国人ジャーニーズとワンダフルな旅へ、レッツゴー、クレワンダーランドジャーニー、プレゼンテッドバイクレシリー、クレシの提供でお送りします。皆さん明けましておめでとうございます。クレシ町の新原義明です。マスクをしていると顔がわからないので、喋らないで今撮りました。2022年もどうぞよろしくお付き合いいただきますようお願いいたします。昨年は広島県、そして私どもの呉市でもコロナの感染が拡大をしました。皆さんには日常生活でいろんな制限をお願いをいたしました。感染が減った理由の一つは皆さんにワクチンを打っていただいたことだと思いますけれども、皆さん方のご協力をいただきまして本当にありがとうございました。これからも寒さが続きます。3密の回避、手の指の消毒、そしてマスクの着用など基本的なコロナ対策を引き続きお願いをしたいと思います。クレシ、今年も一生懸命やろうね、一緒にね。あれ、今年もなんか持ってきてくれたんじゃね。あれは、これはクレシのカルタじゃね。一緒にやろうか。呉市が持ってきたのは、呉の名産、名所、文化などがたくさん紹介されている呉市カルタ。読み札にはすべて呉が入っており、呉を全力で PR している呉市の自慢のカルタです。迫力満点、10分の1サイズの、これかな、取った。呉市の持ち込みで始まったカルタ対決なのに、開始から1枚も札を取れていない呉市。しかし呉市には絶対に譲れない札があったのです。みんなを呉で待っとるよ。あれはどうしたん、呉市。ああ、分かった、呉市。それが呉市にとって今一番伝えたいことなんじゃね。さすが呉市じゃね。これからも呉市の自慢のところ、いろんな情報をお伝えしてまいりますので、皆さん、どんどん見てくださいね。お願いします。そして、待っとるよ、呉。2022年も元気いっぱい、呉を駆け巡ります。Please watch、呉版。冬の時期は水道管が凍りやすくなります。風当たりの強い場所や日陰などは特に注意して、水道管や蛇口部分を保温するなど気をつけましょう。金曜日はクレワン、みんな見てね。